今大丈夫です。マジ任務にアクセスするため、探索し情報と戦利品を確保しろ。ロッキー、敵の脅威が高いため交戦が予想される。いや、だが待って、このリスポーン地点はあの PMC の車両がしれっと横切った場所でもある。これ、あ、待って、ね、爆発、これ爆発スナイパーじゃねえ。前の適当な装備だ。まあ、一緒。まあいいか。ちょっと、あの、PMC の恐怖があるから先にこの辺、漁ってよ。うん。まあ、最低1丁手に入りゃいいんでしょ。そうだね。お互いに貸し借りすれば。はいはい。え、貸し借りしなくていいのか、タスク共有でも。ああ、そっか。多分。どうだか。じゃあ、やっちゃう。てか、俺そうだ。スナイパーだから撃っちゃっていいじゃん。スナイパーだからじゃないや。あの、サプレッサーついたから。撃っちゃっていいじゃん。うん、どうぞ。あ。バレてるよ。アジでいいんだよ。アジじゃないんだよ。てか、やつらの手持ちを探らないとな。あ、バジリスクに。バジリスクを手に入れて、バジリスクタイムだ。確かに。あ、まあ、甘いとこはね。ワンワン、任務を進めるためには目標が必要だ。よく言った。回収に取り掛かれ。最初から巻かれときゃいいのにな。ウルトラは、エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。たった今倒したモブ消えちゃったね。ハンドガンじゃないな。ん？あったバジ。車両の音、車両の音。嘘。あ、いや、一瞬聞こえたけど、どっか行ったかな。ん？やめてくれよ。やかましいノイズだな。嘘でしょ。全然落とさないよバジリスク。なんかロケーションとかで調べるんじゃねえのかなって、こう箱から出るみたいな。え？だって任務には警察署の周りの兵士が。あ、そうなの？全然違ったわ。警察署でよく見られるとは書いてある。ってことは、兵士が持ってるんじゃなくて、警察署に入らないとダメ？でも厳密にはこれ警察学校なんだよね。外周を。警察署があるのか。ここが一応、警察署？警察署って、あれかな？なんか、交番的な何かがあるのかもしれない。葛飾亀有公園前派出所。まあこの辺に落っこちてないかな。ウルトラはキャッシュを稼げる契約をタックマップで確認しろ。あ、金の延べ棒。ワンチャン LTV 行ける？え？ショップだけ見て狙ってみたいよ。まあ、それはそう。ショップがねえ。PMC、PMC。なになになに。そっち行こう。あ！ヘリ呼んでる、回収ヘリ。早いな、帰るの。たくさんの鬱屈をうまく索敵するコツとかありますか？スポッタースコープだと4人までしかスポットできなくて。付近の活動が増加している。1人だから詰めちゃう？いいよ。あいつ今背に隠れてるわ、裏の岩で。うん。なんか、あ、リークンドローンから撃たれた。撃たれたんだけど。バレてるか。ここ、ここ。銃声は聞こえるんだけど、ね。ここ、ここ。オッケー。あ、あ、もう割れてる。ナイス。ちょっと俺は任せて。
俺今ヘリの頭の方か、これ弱いな。いないな。一人ダウン、二人いるわ。ヘリ乗ってる。やったやったやった。ナイス。デュオか。やべ、帰っちゃう帰っちゃう。あ、帰っちゃダメよ。はい、美味しい。あ、なんかされた？あ、今。あ、死体浮いてる。武器だけ取った。ナイス。この武器は保管しとくか。あ、待って、チビバッグだから保管できないな。二人だったか。二人だったね。幸先いいよ。たくさんの NPC をうまく策敵するコツとかありますか？なんかリーコンドローンな気がするな。うん、まああとピン刺しまくるとかになっちゃうよね。うん。俺は NPC よりも PMC が怖えんだ。で、バジリスク。バジリスクなんだよ、バジリスク。あっちかな。一応鍵が2本手に入ったんだけど、どっちも同じロケーションの鍵で、摩耗も一切していない。市街地にある郵便局を解除可能と書いてある。市街局、郵便局。市街地です。あ、市街地。あの郵便局と混ざってるんよ。ここ警察署っぽいといえばっぽいんだけどね。ずいぶん立派だな。そりゃ警察署だし。いや、ちょっと亀有公園前はちょっとこんなんじゃないよ。アルマズラ前だから。アルマズラ。あ、ここ警察学校やんけ。え、警察学校はさっきの立派な建物の方では。いや、この扉の名前がさ。え、あ、じゃあこれも警察学校の一部か。うん。じゃあ、鍵見つけないとダメか。それともこのマップに、モノホンの警察署が他にあったりしたか。ここ警察学校だけど、アメリカ大使館。アメリカ大使館。大使館とかね、なんかあの想像だけどさ、バリッとした人がいるようなもんじゃない。そういう人たちって護身用にリボルバー持ってそうだけど。イメージでは確かに。イメージはね。コンピューター探したってバジリスク入ってるわけないんだよな。グラボが入ってるかもしれん。今グラボ手に入ってもな。いや、いらないよな。あの、これまでそこそこコンピューターの中見てるけどさ、一回も見たことないよ。俺もない。都市伝説じゃない？こんにちは。都市。こんにちは。じゃあ。ないなぁ。つうか、ここ兵士いないし、まず。俺な。どうしよう。郵便局の鍵って言われてもな。大使館顔出してみる？いいよ。ついでにあの、適当な民家のさ、便所行けば、あれがあるでしょ。あ、ある、あるね。あれがある。あれ。もう要塞の鍵も、要塞のキー持ってるけど捨てちゃう？うん。ウルトロは敵の動きが活発化している。気を抜くな。なんかな、この警察署、警察学校周辺で。敵の UAV が飛行中だ。おい、大使館の方に PMC いるぞ。本当だ。かといって帰るのな。俺は別に今失ってもいいもののしか持ってね。言うて俺も、あ、でもキャッシュあるんだよな。やめとくか、ショップ行くか。ショップ。ショップ。でもショップ。ないよね。ないな。あ、ここ。行くか、とりあえず。
なんか列車がいい感じに来てるね。走れば間に合いそう。列車、ああ。別に列車乗っ、列車乗ってもな。いや、前俺列車でバジリスク取った気がする。ああ、言われてみれば。俺も列車で見かけた気がする。漁られてなければ。なんつか線路これか。これ、こっちから迎えに行けん。黙ってりゃ来るかな。うん、あのうまく飛び降りようとしてあの我々ひかともども引かれた苦いあの記憶があるから。マジでなもう。この家なんで開いてんの？わかんない。これ絶対漁られてるじゃん。開いてるもん。でも箱とか全然漁られてない。いや、この家の箱は開いてた。つか、甘まいとき。なんかそうだね。さっきの倒したパーティーじゃねえの。でも奴ら、だいぶマップの端っこから回収地点に向かってたよ。別？それこそ大使館の UAV を焚いてる奴らじゃないの。かもしれんな。汽笛の音がしたけど、もうそろ来る。結構近い。結構ゆっくりないよね、あれ。ねえ。てか、線路こっちじゃねえよ。この奥、こっち、この隣の方。ああ。あ、つながってるよ。引かれるんじゃないぞ。俺はちょっと飛び乗るのも怖いよ、これ。あと、PMC が乗ってる可能性もあるからね、全然。確かにね。なんならもう、すっからかんかもしれんし。俺はこれに乗る。よし。あ、鍵入ってる。俺も、あの、手持ちないから、拾っといて。え？一応ピンは刺したよ。しょうがねえな。じゃあ、保管できるものは取っときよ。まあ。バジリスク。ん？あれ？これって、救急キット。ウルトラ、そうだね、任務を完了するには、目標を持って脱出しなければならない。移動しろ。なくね。いや、まだ後ろの方に。付近の活動が増加している。フラグ。希望はある。バックパック中、ラッキー。後ろは空いてんのに、ちょっと。あ、バジリスク。え、嘘。来ました。イエス。あ、バックパックデーだ。よっしゃ。デーってなった。でかい、バックパック。デーベック。バックパックで。じゃあもう俺、あのさっきの戦闘の鍵回収しとくわ。ミニバック、うん。あとはその、俺それ回収しよう。明日？オッケー。あとは PMC 系のないところで、あの NPC を借り合い。NPC 撤収。この辺とか NPC いなかったっけ？降りる？いいよ。はい。あ、これこれこれ。なんだっけ、13人ヘッショ切る。よろしく任せろ。俺は傍観してるから。じゃあピンぐらい刺してやる。 あそこに、あ、刺せん。これピンがさん、もうちょっと接近した方がいいんでね。いや、このね、クリックしてからこの銃が反応するまでの速度が遅くて胴体撃っちゃったの。っていうか今さ、あの、うん、ヘッショタスクは俺の方も進んでるのが見えるんだけどさ、入手するっていうタスク俺進行してないのよね、バジリスク。俺も。あれ？回収じゃなくて入手ならそれでいいんじゃない？いや、タスクバグってるからクリアしたら終わってるかもしれない。あ、またそういう。いや、周りを探索してよ。こんばんは。あ、つかここ2カ所に弾薬補給所があるよ。バーガーキングじゃん、絶対これ。バーガーキング？あ、ちょっとちげえなこれ。ロゴがなんかあのモダン2さ、旧作モダン2、あのバーガータウンっていう区画というかエリアがあったけど、うん、うえん
大丈夫か？下手くそがすぎる。変わろうか？いやいや、もう大丈夫大丈夫。まあ俺ちょっと普通アーマーだからね。まあカチコチのあなたの方に。ウルトラは敵の動きが活発化している。いや、あんまねえんだよな。やらんぞ。え、なんでここドア開いてる？ああ、さっき俺たちが倒した PMC ここ寄ったのかな。なんかそんな気するけど。経路的にはまあ輸送機が来てる。あそこ PMC。 あ、じゃあ NPC。 ビビったわ。俺こんな PMC と書いてきて冷静に、あ、PMC なんて言わないから。大体は PMC、PMC って言うから。あ、テンションで判断しろって。うん、そうそうそう。逆にテンパってたら、あの NPC を PMC 張りに、あ、NPC、NPC って言うからよろしく。いらまし。ここにもいますよ。助かる。暇だな、タスク任せてると。なんだてめえ。金でも稼いでろ。金？一応今合計でショップに行けば12,700キャッシュはあるんだけど。いや、はい、足りん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 けど、まあこのタスクやってたらね、もう時間ないからね。8分か。そう、8分だよ。確かに。だ、せめてそのタスクだけ終わらせちゃって。NPC おらん。お、金の延べ棒。お、これ絶対今回 LTV 買えるでしょ。いや、わからんけど。いや、肝心のショップがさ。時間もあれだし、しゃあない。うんうん。NPC おらん。回収地点方面に行けばいるんじゃない？あんまり寄りたくないけど、帰る前に行くか。こっちガソスタだけど。あ、いるじゃん、いるじゃん。お、なんだ。あー、兵士来たじゃん。じゃあ俺はちょっと建物上から見張ってる。おお、地面に埋まってる。はっ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、8人ぐらい固まってんだけど、そこ。NPC、あれよくない。ちょっと待って、ピンが分からん。この辺、この辺絶対行ったらダメだよ。なるほど。死ぬぞ。当たんねえ。だから俺が撃っちゃう。こんな PMC の偏りバグがある。あ、違う、 NPC。 なん、間違いすぎだろ。ここが似てるんだ。 あとここにお一人。頭ヘルメットついてんだけど。え、待って、はい、あ、死んじゃったじゃん。あ、なんだこいつ。え、ちょ、やば。俺の建物にいつの間にか NPC が。しかも弾切れた時に来やがるもんな。よし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 。あ、あれ、あ、俺ミューニションボックスじゃないし。いつの間に。アホやん。帰るか。うん、ひとまず。あ、ちょっと待って、あれさ、あそこ向かってるよね、武器ボックス止まってるぞ。でもあれ何止まってるの、あれ。え、何で止まってる。快適してんじゃねえ。だとしてもその場に止まるか。うん。あ、おいしい。あ、ちょ、なんだこいつら。え、やばいやばいやばい。つか、なんでこれフロートになったら。スティムさん、スティムスティム。また要塞のキーか。
じゃあこれ回収ち、あ、動いてる動いてる。タイミング悪いな。またヘリ来たし。あ、いた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 。なんか絶対ここの地点さ、偏りがあるよね。NPC 脇。あ、いたいたいた。ちょ、頭出しやめろ。NPC のくせに。メイン使う。ああ、武器ケース回収組は別の回収地点に向かってるわ。変えるか。うわ、ちょ、また帰る。まあまあプレートがあるなら。もうめっちゃ物ありえん。こういい感じにパラシュート開いて回収地点目指せないかな。は？あ、なんだ。ほっ、はい、いける。いけない。全然ダメ。ん？車両の音。いや、あれ、NPC っぽいな。放射性物質が拡散される前に、ちょっと待って、あそこなんか回収地点戦ってるぞ。あ、今回収機来るわ。あれ魚触れそうだな。やっちゃう。ちょ、俺でもタックエムの弾ないんよ。タックエム何の弾。これスナイパー。うん、余ってねえな。ミューニションも今ない。まあ M4 あるから戦えなくはないけどね。まあいいか、それで。てか車でロードキルした方が早いぞ、あれ。怖え。あるあるある。おい、ロードキルする自信ないよ。任せろ。わかった、じゃあ俺2台もしくは、うちょ、レッツゴー。乗るかな、あれ。もう乗ってんじゃね。あ、いる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 。やれ。どあれ、一人ダウン。あ、全員ダウンしてる、あれ。え、ちょ、どうなるあれ、どうなるあれ。あ、どうなるあれ。ダウンした敵3人全員乗って帰るのか、あれ。帰るんかな。ちょ、一歩遅かったか。あ、ちょちょちょ、鬼 NPC を。あ、これ脱出ここか。いや、そうだよ。ちょ、あいつら引いてきてもいいよ。あ、じゃあ回収呼びます。そしたら行けえぞ、結構。おいおいおい、なんでこんな NPC 来る。ちょっと回収地点やばい、5人ぐらい降りてきた。やばすぎる。助けて。あ、車スタックしてる。ええ、なんでこんなに来る。まあまあないよ。ここ、お二人いる。うん。こちら台の方、着陸地点に降下する。安全を確保してくれ。勝って。あ、大丈夫、俺、大丈夫だよ。行き。ああ、オッケーです。俺、ちょ、もうヘリ来たら乗っちゃうよ。うん。重くなって耐えちゃって、何も見えない。行って。台の方は回収して。ちょ、やばす。あ、ちょ。いけるかな。いや、いいよ、普通に死んでもいいし。待て。あ、ちょ、無理これ。いけるか。すぐだろ。無理。
ゃさらば。さらば。え、ここなんでこんな多すぎだろ。こんな激戦区だった、この回収地点。一瞬、あの COD のキャンペーンを彷彿とじゃあのまた降りてきてるしさ、どんだけ。ついにリスポーン地点もおかしくなってきた、このゲーム。やばいやばい。え、バジリスクタスク進むよね、これで。どうだ。ガチだけじゃなくてよかった。ん？感染？何これ、何これ、バグ？え、何これ、え、何これ、走馬灯？抜けていくとりあえず。うん、俺操作効かない。で進んでね。あの、へしょう終わって、へしょう終わってる。はあ、警察署を調べないとダメだな、これ。いや、ちょっと待って、でもさ、警察署でよく見られるバジリスクを入手せよだよ。あ、もう今死んだからダメか。だって回収タスクじゃないじゃん、これ。あ、入手せよか。俺も入手しとかないとダメでしたってこと？いや、それはね、と思うけどな。バグタスク？もしかして。まあ、もう一回行くか。あれこれ。ん？警察署さっきの場所じゃねえっぽい。え？嘘？さっきのマジで全部が警察学校で。はい。あの、交番みたいな、そういう感じで、あるっぽい。ウェア？場所は？引用する。はい。えー、え、まあ、厳密にはそりゃあれはまあ警察署ではなかったから。警察署2箇所だな。どこにある？どっちも右上らへんなんだけど、ちょっと待って。右上？警察学校の左上と右下みたいな。えっとね、一つが。はい。要塞じゃん、これ。え？あ、間違った。どれっすか？今、ピン刺したやつと、ほほ。おそらくこれ。え？なんか俺、マップ開いてもピン見えないんだけど。ああ、これか。え？なんかマップ上にロケーションとして登録されてる場所ですらないの。ですらない。なんだよ。この辺か。そう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 。行きますか、じゃあ。うん。一応車両が、あの、ここに。OK。あの、ここのリスポーン地点もね、あの、北斗の剣張りに、ならず者が車両で現れて、引かれたから。ああ、こういう家に、あるんでねえか？包帯。ありそう。あったあったあった。あ、あった？ねえわ。ないかい。入ってるであろうのがあったけど、なかったわ。車、この上か。このモード、調べないと一生積みそうだな。なんか無駄に高低差があるぞ。わかる。さすがにこの辺に PMC おらんやろ。お？どうだかね。おらんやろ。お！わあ、ちょっと待って、 NPC が多いよ。おっと、なんか降りてきた。殲滅しちゃう。ん？
おニューステーションっぽかったけど。なんだ、ぼったちだぞ、あいつ。ウルトロは、エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。おい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 、負け負け。おい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 。はっ、ちょっと待って。あ、これ。え待って、これ。ピー。あ、ピーやん。うっ。ピーか。貴様ら。なーにが BMC いないだよ、この辺じゃ。モロいるじゃねえか。いるじゃねえか。なんだよ、俺も今、リバイブ系のもの持ってないよ。せめて俺のバックパック隠してる。あ、バレてる。さよなら。見つかったじゃん。ガチ引き持ってきて、NPC 一人殺して終わったんだけど。先手取られたな。乗り物乗ってる P を爆散させたかったんだけどな。乗り物はそういう道具ではないんだけど。はあ、まあこれといって大事なものを持ってったわけでもないんだけど。時間、俺の時間2時間失ったんだよ。右上と左下って言ったっけ。左上と右下。左上と右、左上、左上、任務やターゲットへのアクセスが、あの警察学校の現地部隊の提供や、はいはい、他の PMC に注意しろ。まさかの同じリスポン地点という、この辺だったよね。あ、え、違う。あ、そうそうそう、それこれだね。はいはい、じゃあここに車両があるんで行きましょう。さっきそこに車両なかったのか。なかった。はあ。つまり車両のせいで俺たちが死んだのは。車両のせいだ。車両を取りに行っただけなのに。いっぱいおる。もうこいつらがバジリスク持っててくれ。やべ。やべ。やべ。俺はスナイパー下手なんだい。デッドドロップ、あ、これか。買った。はい、いきますよ。ウルトロは、あ、なんだこれ。敵の動きが活発化している。ちょっといい SUV だよ。なんかホワイトボード車の中についてるけど。え、それナビじゃなくて？これ？あ、警察署のピンお願い。これ？あ、OK。まあ、とりあえずこれ向かえばいい。あ、はいはい。そう、俺たちはこの SUV に惹かれたことがあるんだよ。なんか走行音もなんかあんまうるさくなくて確かにいい感じって感じ。お、ちょ、これあれだな。めちゃくちゃ NPC だ。天井開くタイプだな、これ。え？え、てか俺、天井なんか全面ガラス張りじゃん。うん。耐久性に難ありじゃん。確かに。NPC 多い。どれが警察署ですか？ゼロピンです。えいや、あるんですか。あ、今過ぎたよ。あ、なんかそれっぽいマークがついてる。あ、過ぎた。嘘だ。そう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 、これ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 。はいはい。で、ここでバジリスクを入手。まあ、ここでというか、あれば何でもいいんだけど。なんか今一瞬木が焚かれる音したんだけど。あれ？ウルトラは敵のサムサイドが稼働している。今は近接航空支援ができない。ウルトラはエリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。
え？ NPC 全然。全然。箱に入ってんじゃない？箱？カバンとか。あ、まあそうか、別に NPC が持ってるとは書いてないか。うん。ポリース。俺はパソコンめっちゃ漁ってるんだけど。いや、あの、銃探してくれ。ちっちゃいな。またやるわ。あ、牢屋がある。牢屋。こんなとこにハンドガン置いてかないだろうな。おい、この牢屋穴開いてるぞ。脱獄されてるね。警察署の武器庫。お？鍵がいる。だーに。あ、ホタやった。任務を完了するには目標を持って脱出しなければならない。移動しろ。めっちゃそれっぽいけど鍵か。うん。え、武器庫がある以上直で置かれてないのでは？バジリスク。なのかな。警察署でよく見られるっていうのもすごい大雑把なタスクだけどね。ね。で、ちょっとあの、警察学校のサムが起動してるから、ちょっと怖いな。まあまあ。ないですよ、バジリスク。周りの建物どうや？なんすか。入手した時点で発生してほしいけどな。回収しなきゃダメなのか。回収って書いてないけどね。日本語では。日本語では。ウルトラは付近の活動が増加している。警戒しろ。こんなところあるわけねえもんな。マルチの建物だなこれ。あ？こっちの方銃声。うん。本当だね。じゃあそこになんか動きが活発な NPC がおるよ。ただ俺スナイパーとハンドガンだけ。スナイパーがあるじゃねえか。俺は得意じゃない。はあ、なんか近くにいそうだな。嫌だな。見張ってるわ。うんうん。あ、行った。行ったね。見っけたわ。これでしょ？イエス。あ、アーケリー、スナイパーそれ、弾道落ちる。一発しか足らなかった。二人いると思う。うん。当てた。もう一人ここ。うん、車線が通らん。移動したかな。ウルトラは敵のサムサイトが稼働している。今は近接航空支援ができない。見えない。うん、見えない。あ、普通、こんなところから、ジロジロ見てたら、下がるよな。ここに強そうな船がある。動く的やか。このカスタムのスナイパー、ブレブレでめっちゃ嫌だ。バジリスク見つかってないよね、まだ。全然見つかってない。どうしよう。こっちから銃声鳴らしたくないんだけど。鳴らしまくっとるよ。いや、先手必勝かと思って、スナイパーだから。うん。いや、もうどっか行ったでしょ、これ。どっか行ったか。銃声しないしな。なんか落としね。ん？聞こえん。あ、ごめん、あの、リアルの音だったわ。
なんだてめえ。あの人、車の音が。ああ、ちょっと、こっちの方の兵士ってか建物にバジリスクないか見るか。一個、要塞なんだよね。要塞？いや、もう一個の警察署は要塞なんだよ。ああ。要塞って大抵いいものが、それなりにいいものが。と思いたい。デッドサイです。入ってねえかな、こういうところにしれっと。金、ね。なんならさ、包帯手に入ってるから。いわっ、トラップ。びっくりさせんね。ビビった。さすがに死にはしないんだ。死んでたらソロでやってらんないか。ギリ1ミリ。俺の装備してるスティームをもうバッグに入れて包帯持って帰ってタスク進めるでもいいけどね。確かに。ただそうなると回収地点があまり近くにないから、まあここか。帰る？帰ってもいいかな。弾薬をドロップする。アミュニションボックス出したわ。ちょ待って、これスティーム。ああ、オッケー。ウルトラマン、敵の UAV が展開しているぞ。これ絶対さっきの PMC だろ。おかしてんの。オッケー、じゃあ。サイレンスが変えた。これ捨てて、これ収納して。変えるか。うん。ちょっと PMC ちょっかいしただけ。大したことやってね。加速いいな、この車。これいい、SUV。ほんとよ。なんかさ、めちゃくちゃ機動性の悪い SUV があったりするからね。スポーツユーティリティビークルのくせに。全然スポーティーじゃない。あれ燃料、燃料少ない。いや、いけるか。あの回収地点さ、前岩の裏に NPC がいたから気をつけよう。うん、ショップ？ショップ値段だけ見ようぜ、LTV。ああ、分かった分かった。あっ。降りるか。降りた。NPC めっちゃいそう、いるじゃん。分かる。行って。敵の攻撃を受けてる。なんか最近の NPC、精度良くね。なんだ。ショートする。ショップは、あ、これか。EV は。あれ？売ってない。売ってねえぞ。そんなことある。あれ？あるじゃん。パレット付属 LTV 18,000円で。ギアにある。ああ、ごめん、めくらだった。18,000円か。どこを見とる。18,000円。うん、まあ2人で金貯めて、まあ金そこそこ持ってる PMC を借れたらできなくはないね。延べ棒2個とちょっとでいい。うん。延べ棒はそんな楽々手に入るもんでもないけど、まあとりあえず18,000円ね。分かった、うん、包帯持ってるんだもんね。もう、うん、1個ぐらい、うん、俺今1個持ってたんだけど間違って売っちゃったからさ。あ、待って、ま、5個持ってるわ。あ、じゃあ大丈夫ね、帰ろう。
今なんかスパンって聞こえなかった？聞こえた。聞こえたよね。遠くから撃ってる銃声ってこういう感じなのかな、わからねえし、車止まってるし。誰か帰った後だな。ウルトラマン、ダイの方が回収に向かう。距離はあと2キロだ。あ？ NPC。なんであんな走っていく？ PMC いるかもしんない。回収地点、怖っ。ウルトラワン、ダイの方だ。現在待機中。はい、買いましょう。ウルトラは全員上機、ダイの方だ。ウルトラを全員確保した。全員ダイヤをドロップする。ひとまずこれで新規タスクを追加できるから、内容次第ではそっち進めてもいいし、タスクを意識していない時の方がバジリスクが案外手に入ったりして。タスク進んだよな、ちゃんと。進んだよね。進んだ、よし。はあ、なんでさっきのがバジリスク入手したいになってないね。二人揃って手に入れろってことはまさか。いや、絶対警察署じゃないとダメな気がするんだけどな。ああ、もしかしてこの日本語訳、あの警察署で見かけるって書いてあるけどさ、警察署で見つけるって新たな任務にアクセスする訳が正しいとかありそうだな。ならどっちみち鍵でないとダメだけどね。あ、そうなんだよね、うん、つか俺たち絶対さっきここで湧いた PMC にやられたんだろそうだよね。 100% そうじゃん。ってことはさ、あのこの辺にリスポンしてるよね。じゃあこっちの方が、まあいいや、とりあえず、デストロイサップ、これやん。すぐじゃん。すぐよ。なんかもう、一度やられた場所付近でリスポンしたら警戒しちゃう。待って、NPC。はい。反応早すぎて何してる？あ、ちょ、やべ。おお、死にかけてる。おお、ない。アーマー、マイトラインやないかい。もう。してるのか。いやー、ちょっとマルチプレイヤーと勘違いしてたわ。マルチプレイヤーでもそんな動きするんか。アーマー、マイトキアーマー。マルチプレイで敵6人しかいないから、ね、ここはもう無限大にいるから無限大数々のリスポーン地点を開拓していくと、だいたい他のグループがどの辺に湧いてるかも分かってくるから、ね、いきなり銃声を立てたくないよ。いやー、わかるか。わかる。うん。今回初っ端にあっとか言って敵にバンバン撃たれてたやつはどこのドイツだもん。お、ん。
あの契約はどこに転がってるわけ？さっきこのロケーションめちゃくちゃ NPC いたからな。ね。ね、スマホを置いてるはず。だよね。ちょ、読み込んでくる。いやー、ちょ、待って、結構 NPC おる。いる。NPC だよね。NPC がいい。先に NPC がいい。NPC 買った方がいいわ。他も結構いる。はい。俺はスナイパー下手なんじゃ。うわ、グレじゃん。なんで活動増加すんだい。もうおらんかな。わお。このスナイパーリロード遅そう。何使ってんの。これなんだっけ。購入できるぞ。シグナル。シグナルか。シグナル一番連射できるやつ。え？これで？うん。ああ、ちょ、待って、ヘリ来た。電車できる。あ、来てない。帰った。うん。契約。設置は、こっちか。エリア内にある AQ の補給サイトを破壊する必要がある。タックマップに場所をマークしておく。どっちが近いんだこれ。こっちか。左。左。あ、どっちも変わらん。若手。お、ちょちょ、なんだこいつ。勝った。ウルトラは情報。硬いぞこの辺の。待って、今のなんか賞金首だったっぽいな。今2人合わせて5000ドルか。おお、あ、びっくりした。固めの PMC 買ってもまあそこそこキャッシュが手に入る。こいつ石頭すぎ。8000円か。まあ今やってるのはこのタスクなんで。まあまあまあ。PMC に邪魔されないことだけを祈るわ。それ。待って、なんかここ見覚えあるぞ。これもう夏にあったマップじゃね？嘘。旧作の。これ見覚えあるよ、ここ。いや、絶対そうだ。これ懐かしい。あ。知ってるでしょ？まあ、色味もこんな感じのとこやったし。いや、マルチに移植してくれ。あれでもこんな階段あったか。あ？いや、まあ、一部のエリアだから誇張はされてるけど、大体こんな感じでしょ。補給物資に爆薬をセットしろ。雰囲気めっちゃ似てるけど、なんか違う気がするけど、似てるな、確かに。本家が寄せない意味はないから。あ、待って、ここだ。ここで思い出した。思い出した。これでしょ。この地形と、あの建物と。この高低差のある段差をね、なんかいろいろね、まあ、こんな水はなかったけど。こんな水はなかったけど。あ、眩しい。あ、待って、これ。マジで。旧モダンオフェアツール持ってる、これ。でしょ。一瞬で分かっちゃったよ。懐かしい。ちょっ待って、痛い。こいつらフラッシュめっちゃ焚いてくるんだ。硬い。あ、まあ任せる。あ、まあいいんだこれ。そういえば。アビエ
いや。痛い痛い。やっべ。やっべ。待って、俺これ死んだかもしれん。リバイブキステはある。あ、大丈夫です。どこ？ここ。じゃあ、この辺かなり気をつけて。ダンサー登ってった方がいいと思う。今ここにいなかった。違う。うん、なんか撃たれた。上登っちゃおう。とりあえず爆破地点があったから爆弾設置。うん、あの UAV 動かしたいな。爆薬セット。エリアを守るか。次に移動しろ。行って。ヘリで降下してきてるやつがいる。ちょっと俺 UAV をなんとか動かしに行くわ。うん、いや、そっか、マジでこれさ、旧モダンオフェア2のマップ絶対後々いっぱい移植されるでしょ。こんなすると思うよ。楽しみでしょうがないわ。俺たちがまだ気づいてないだけで他にもまだあるかもしれないね。はい、UAV タワーを起動したけど、これは PMC にも知られます。うん。OK。なんて言ったしょ。第一ターゲットのところに PMC が結構いらっしゃいますよ。違う、NPC。NPC。アーマープレート落ちてる。もう一箇所はあっちか。わあ、懐かしいな。この辺にね、セントリーガンをね、設置してる敵がいましたわ。この辺とか。いや、この壁に穴開いてるとこでしょ。ああ、懐かしい。壁穴開いてたっけ、ここ。いや、開いてる、開いてる。開いてるのこっちじゃなかった。こっちは言ってみました、知ってるけど。こっちは言ってなかったと思う。まあ、間違えたんでしょ。間違えた。夏いな。やばい。空港も懐かしいですよ。ターミナルはね。ターミナル。あそこは見に行ったけど、あそこはまあ、何かとよく見るしね。何？何？こういうところはめったに見ないから。なんだっけ、どっかの作品でもターミナル移植されてたし、うん、ターミナルはなんかもあるあるというか。いいよね。いや、ターミナルマジで好きだから今回も移植してくれ。懐かしい。まああの、さすがにウォーゾーンにあって移植しないは意味不明すぎるからするだろうけど。おブロー、この爆発何？分からん。いすぎじゃね？いや、外にいた敵がみんな入ってきたんだ。硬すぎ。タスク、タスク。お。はい、爆弾設置と。あとなんだ、ハイライズとかあるかな。ハイライズね。防衛線を張って爆破を確認しろ。どうだろう。あと一番好き、俺は個人的に好きな、雪っぽい。雪っぽいって。痛い痛い痛い。ちょっと待って、敵が多いぞ。なんだっけな。ああ、なんか、うん、あったね、そんなところ。雪っぽい、雪っぽいところ。建物がある。でこれ、あの、目標に近いと俺ら吹っ飛ぶぞ。なんだっけな。
アスカベンジャーでクレーマーが一生回収できるからに、俺建物に一生持ってた気をする。よくある。はい、ひとまずこれは OK。金庫、金庫ってマップに移るっけ？いや。あ、あれマークしたって。何を？金庫。あ、どれ？金庫って映ってた。金庫を今マークした。これじゃん、これ。マークした？え、何それ？セーフって名前だけど絶対金庫でしょこれ。え、なんか俺全然デタラメのピン今見てるけど、それ。あ、こっちか。はい。実はもう一箇所あるんだよね。そのピン？うん。もう俺は何もアイコン映ってねえんだよな。一箇所じゃそれ。近いし。え、待って、これで正しいのかな？よくわからん。待って、よく見る。あとアフガンもあります。アフガンね。あ、そうそう。セーフって書いてあるから。セーフってなんだよ。判定見てもわかんねえ。いや、ちょ待って。あの、片方のセーフというロケーションの近くの UAV タワーが起動してる。だから、こっち行っとこう。アフガンね。覚えてる？アフガン。どんなマップだっけ？ね、マップの中央に戦闘機が落ちてるんだよね。あー、理解したわ。洞窟あるでしょ、それ。あるあるある。OKOKOK。で、あの、飛行機の、羽真ん中の登る崖の上に行けるんでしょ。覚えてるわ。まあ、俺ら立派な COD おじさんだよ。モダンオフや2が初めての COD だからね。そういう人は多いんだろうな。はい、で。あるのかな、あの真ん中防空壕でさ、ただ広いだけの砂マップ。あー、なんだっけ。ウエストランドとかそんな感じだった気がする。あー、ちょっとおぼろげな記憶。いや、よくあれだよ、ハイジャンプチーターがショットガンでポンポンやってる。俺ね、あのモダン2を遊び始めるのちょっと遅かったんだよね。あのほぼ同時期に、そうだね、FF13 が発売してたから俺 FF やってたんよ。ほぼの、いや言って俺モーダンオフェア2割引の1900円で買った記憶が、それもだいぶ旬が過ぎてる。いや、もうモーダンオフェア3出てたもんそれ。なんだあいつら。でもな、モーダンオフェア3より2の方が俺は好きだった。いや、どっちも好きだったけど、モーダン3の方がプレイ時間は長いかも。はい、まあ、でプレイ時間だけで言ったら俺は BO2 が最高だ。いやー、 BO2 はハマんなかったんだよな、あんまり。ハマんなかったっていうか、ウルトラはエリア内の活動が増えている、警戒を怠るな。いや、リリース直後さ、びっくりするほどラグかったじゃない、うん、あのゲーム。そんなラグかったか覚えてね。その時点でなんか俺やめちゃった気がするんだよね。あと、あのモダン3の方が面白いやって思ってモダン3に戻ってたの。モダン3はインフェクテッド専用ゲームになったけど、ね、あるじゃん金庫。あ、お勝ち破れ。あ、いた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 よいしょ。投げ物の精度良すぎ。このモードで SMG 無理かもしれんな。へえ。処理が重くてエイムが定まらん。おお、びっくりした。妻またアーマー持ってないの？3枚持ってる。負け、忘れずに負け。3枚どころじゃない、負け。5枚持ってた。で、金、あれ、金
溜まってるけど、もうあと8分ないよな。いや、いけるいけるいける。でもその目的の街、ま、だってまだ回収地点が全然ないよ、この辺。あったもん。マウイゼマーションもある。購入ステーションここにある。いけんじゃね？じゃあ、走ろうとりあえず。うっ、なんかめっちゃ高い。1万2000円手に入れた。LTV 買い放題の。買い放題。え、金すごいな、今回。今回金すごいな。そんな貯めたっけ？適当に NPC と戦ってるだけでも金は貯まるからね。うんうん。あれ回収ヘリやね。帰ったな。帰ったね。あ、ショップずいぶん下の方にあるな。で、マビゼマーシュで何人だっけ？ 10 人キル。10人。回収地点ないぞ、あっち。あっちがマビゼマーシュじゃなくて。いや、キルはね。アークダービレッどこ？わからん。捕まってここ下。あったし下か。もう一回買って終わりそうだよ、そう。無理だな。やめよう。つか、買うのもちょっと危険だからもう帰ろうぜ。うん。回収地点ここ。うん。パラシュート開いていけるか。失敗力絶対撃たれてやめた方がいい。もうNPC に場所バレてるし。買って。回収地点付近でドンパチしてたらさ、 PMC がやってきちゃうよ。え、なんかあいつ当たんねえ。片付けられるだけ片付けて。こいつら隠れ夜。ちょっと近い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 。音もなく近づいてくる、急に。いけるか？もう。いやー、まあ下にいたんだよな。あ、いた。あ、いた。いけるっしょ。怖えな。ほっ。踊れ。踊れ。あ、いけまずか、待って。アフガンじゃん、これちょっと違うけど。一体矢先にだよ。ここがアフガンじゃん。戦闘機落ちてないけどね。うん。ああ、旧作モダン2から引っ張ってる場所ばっかりじゃん。ねえ。ほら、アーマーがあるなら巻いとけ。ウルトラワン、ボックス出すわ。弾薬をドロップする。つか、何これ？エレベーターじゃないのか。タイの方は回収地点で待機している。懐かしいがすぎる。懐かしいな。戦闘機があった場所に。え、待って、ボックスが来てる、ボックス。え、武器が来てる。いやいや、帰ろう。武器がこっちに来てる。あー、どっか行ったわ。武器がこっちに来てる。めっちゃ撃ってきた。いや、ロケランあったらあれ破壊できたのにな。で、爆発スナイパーあったらな。懐かしのロケーションを見つける街だったわ。ほんとよ。
原作のマップ全部移植されてたりするもしかして。まあありそうだよね。うん。まあまあまあ、タスクは完了しましたと。もうなんか今回似たりよったりな場所にずっとリスポンする。ここかよ。現地部隊の抵抗や、あ、まあここなら近い。徒歩で行ける、まあ行けなくはないけど。わからん。ピン刺すか。刺した。要塞の方が近い。行きましょう行きましょう。まあいいわ、そっちだ。ここのピック率高すぎて、他の PMC。この辺りだと どの辺にリスポンしてるのかわかんねえんだよな。それひょっとしたら今向かってる方向かもしれないし。あ、86元気やったぞ。これ絶対セダンタイプの86だよ。みんなが大好きなのはハッチバックの86だけど、絶対86だよ。豆腐屋アルマズラ豆腐で、アルマズラ。あ、こっちか。まあ、NPC いるね。よしよし、おい、お、とりゃー、あ、やべ、うわー。はい、出た。よし、ここに来たっていう証拠隠滅するよね。そうそう、計画通り。あとどの建物だっけ、これ。え、これこれか。あ、そうだね、それなり、それこれか。なんか契約任務があるけど。適当な場所あったー。秒で見つかったじゃん。あった秒で見つかった、マジで。あ、終わったやったじゃあ金稼ごう。よし、OK。 え、じゃあ契約やっ、いや、契約も若干時間かかるからな。NPC 借るか、周りに。終わんの早すぎて面白いな、もう。置いてあるじゃねえか、普通に。置いてねえもんだと思ってたのに。だとしても、どうやって金貯める？物資あさりで。レジとかあさったりする。キャッシュ。レジ、あ、まあ、そうよね。これ ATM 置いてあるけど、価値割れんの？あ、なんかそう。普通に箱とか、まあ、あさってショップ行くっきゃねえか。うん、1万8000円だよな。1万8000円、遠いようで遠い。お、ニプレーターもあるよ。え、ウルトラは契約で得たキャッシュは購入ステーションで活用しろ。大事。これ調べるね、調べる。一応近くにショップはあるね。うん、検査しとくか。頼む、なんか、あー、2500円。うんうん。うわ、ちょ、さっきあなたが引っかかったトラップってこれか。え、これ解除できなくね。解除できるのもあって、それできなかった。もしくはこれはしごとかで上に、あ、普通に入れると。いや、伏せればいいけど。あ、それだけか。いたって普通の民家なのにトラップを仕掛ける、その理由は。
ちょっとショップ方面で散策しますか。ショップあっちか。はい、まあ、近い方が楽だしな。つか俺もすでに AR の弾があんまりないんで。はい、ここに弾薬をドロップする。うん、なんか爆発音しなかった今。嘘。あ、する。確かに爆発音はしたわ。若干 PMC 警戒してくる。お？ん？あ、いや P、絶対 P だ今。NPC 死んだもん。どの辺？あそこ、あそこ。ピン消えちゃったな。うん、いい方向、ちょうどいい方向。いい方向、OK。ちょっとまあ高めの位置から監視する。うん、で P は見えてないんだけど、NPC が死んだのは見えたから。ああ、するね。うん。あ、いた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 、ピン刺した。OK。え、遠くね？え、車両の音。じゃない、これ換気扇の音。なんだよ。紛らわしいんだよな、この換気扇。見えない。あ、見え、見え、でもなんかすなってる音はするな。あれ。あ、あれ NPC だな。あ、あー、でもなんかいるね。あれは NPC。 あれは NPC やね。警戒してても始まんないからショップ近づくか。うん、どの道この距離じゃやれないしな。うん、これだ。とりあえずいらないものを売却して7300キャッシュ。ゼロキャッシュ。なんで？売るもんがない。全然足りんやんけ。全然足りんやん。エリア内の活動が増えている。警戒を怠るな。あと18分か。ちょ、金ためんと。しょっぺーのしかねえな。さっきの PMC はこっちには来ないでしょ、さすがに。いや、分からん。分からん。ああ、遠くでスナイパーの音はするけども。あ、この辺漁られてるじゃん。ドア開いてるよ。うん、来るわけねえ。どうするよ。ん？車が勝手に爆発したわ。耐久減ってたんかな。一応ここにもショップはある。うん、まあ、ショップの、はい、ショップ間を移動しながらで稼げば。うん、つか俺今誰に撃たれた。コンテナ側だと思う。うん、うわ、あ、ちょっとどこ行く。この辺の民兵大したもんねえんだよな。敵の攻撃を受けてる。あのショップってさ、重火器は売れないよね。売れないと思う。うん、困ったな。また時間が勝手に過ぎ去っていく。しかも車両がない近くに。ひとまずこっちだ。この契約ってなんだ。分からん。デリバーカーゴ。あ、デリバーか。
あれじゃね、あの、スコストの。ぽいよね。うん。ハート15分。金。金。契約やった方が早そうだな。それはなんかわかる。適当な。あとなんかまた遠くからスナイパーの音した。近くに。デストロイサプライ。デストロイサプライ。やってみるか。時間、時間、大丈夫かこれ。ああ、いい。言うてやるもんないもん、これしか。それはそう。金の延べ棒でも転がってれば別だけど。ポイするな。あっちか。これさっさと契約やった方が早かったまであるな。ターゲットに爆薬を仕掛けろ。ショップはショットガンでもなくてよかった。やっぱり爆弾設置して早く奥もやっちゃおう。設置設置設置痛い。敵の攻撃を受けてる。爆薬をセットしたな。守り抜くか。次の方向へ。やっぱ重装でキャッシュ結構持ってん、ね、なんであなたいつまでたってもゼロ円なわけ。おかしくね。才能だわ。フランチャーだ。ビビった。つかここはあの今のモダンスーツであるマッチマップじゃん。勝った。つか1個目の爆発したか？ターゲット撃破。2500円。一応これが終われば双方7500円でいいんだ。あの何バカラグくなったんだけど今。アーマー落ちてねえし。ちゃんと爆発すっかな。はい、オッケー。よし、ショップ行こう。ターゲットを破壊したな。契約金の支払いを承認した。これ、契約の金かける人数でできるな。エリアにある金庫から補給をしている。敵の攻撃を受けてる。金余ったらアーマープレート買おうかな。これがいい。あと、まあ、まだ10分以上終わるか。おい、ちょっと待って、目の前のサムサイト今起動した。PMC ここ。セムテックスを投げる。届かんな、あれ。仲間の車だな、あれ。破壊するわ。OK。
ノーワードうるさいあの土管付近に一人いたけどどこ行った、ね、もう一個セム投げいや届かない。ショップはな俺らがまだ向かってるところの奥にあるんだよ。なんタイミング悪いな。移動してる移動してる。わあ回れた。どこ行った？なんだけど建物あれ近づくか。いやー二人でならやれんかなとか。いやあんまないんだよな。でもこっち相手仲間もいたからだよな。ショップ行けねえじゃん。いやどうする、こっちのショップ行く。いや遠いなまあいっか。そっち、あ、結果的にそっちでいいんだよ別に。まあそっか、あと9分いいのか分からん。まあ最悪あの任務ギリギリ成功して死ぬでもまあいいし。うん、今アーマープレートがねえんじゃ。そうあそこ、これが SPR 一発でも当てていりゃ着弾が意外と遅いのね。それマークスマンだからね、スナイパーより遅いよ。はあ、いや俺のスナイパー弾速もマシマシにしてるからめっちゃ当たる。覗くの超遅いけど。走れ走れ。そもそも LTB ってどんなもんだっけか。楽々10キル取れるものなのか。銃座がついてるらしいから。つうか銃座できるじゃなかった。ああじゃあ任せていい。うん、あえて敵が多いところに、まああの車がぶっ壊れない程度に。あれアークダービレッジってどこ行かなきゃいけない。アークダービレッジってどこ。ここ遠いな。それまあ今回死ぬ覚悟で行きましょう。じゃあとりあえず俺買えるから買うか。買えない、金足りない。ギリギリくれ。ちょっと待って、全ドロップしかないやん。あです。待って、いやいや全ドロップじゃなくてもらえてよ普通に。これオッケーオッケーオッケー。買った。アーマー分も落としたわ。あーだだだ買って、あ、投下されるのか。え、ちょ、拾いないで買ってるじゃん。あと、ミューニション買った。ちょっと待って。ここか。遠いぞ、あれ。あれ、ジューザーついた。いや。撃たれるの怖いから。ああ、オッケーオッケー。急ごう急ごう。あとはこいつ沈めないように気をつけないと。ほんとよ。でもこのタスクが完了すれば今のティアのタスクは全部クリアになる。そうだね。いやこれ銃キルした後マビゼ回しでこいつを破壊するときついな。つかここ一回突っ切らないとダメか。しょうがねえ。突っ切ります。つか待って、俺ピン刺してる場所なんか違う。ちょっとピンお願い。うん、車車、あの車の。ああ、あの車。オッケー。あ、なんか引っかかったな俺今。この橋つながってるよね。よしよしよし。これ途中でガソリン入れないときついな。
なんかいい場所あったらよろしく。マビゼマーションにある。了解。あ、違う、アークダービレッジにある。ああ、そうか。今、アークダービレッジに向かってるんだろうな。で、大体のガソリンスタンド 60% ぐらいの確率で、あの、兵士がいるんで、そいつらも、中佐でやっちまえばいい。ここか。ここじゃ。はい、オッケー、入った。敵。いた、たくさんいる、前方。左。あ、これオーバーヒートする。まあ、ちょっと下がります、下がります。左、左、左、真左。前方。オーバーヒート。だ。硬すぎだろ、死なないんだけど。車両の耐久が怖い。あ、ちょっとやばい、やばい。ガソスタイプ。ガソスタイプ。ちょ、もう引いちゃう。あ、これ怖い。あ、やばい。ダメだ。あ、でも、あ、やったか。あ、破壊ができなかった。マジか。ユーザーがね、思ったより弱え。まあまあまあ、ちょっと面倒なところは完了したから、あとは、あの、破壊だけすればいい。とりあえず脱出地点気にしたから、頑張って帰るか。向かうか。俺、アーマーないからだいぶ慎重や。さっき買ったんじゃないの？ああ、使い切っちゃった。え？あの、余分に買うのを忘れていったね。はは。バカ野郎。俺より重かったぞ、それ。ちょ、こっち多い！死ぬ！あ、アーマーゲットした。ちょっと俺は脱出したくない。はぁ、助けて！したけどこっちもいっぱいいる。だよね。多すぎる。いってえな、本当に。向かうわ。こう。高倍率スコープで被弾すると、めちゃめちゃラグってる視点になる。おお、びっくりした。車両ねえか。ねえか。あ、いや、あるな。向かってる途中に。うん。ギリギリの脱出になるわ。まあまあまあ。これ、ゲンティアで、一番めんどくさいタスクだったんじゃない、うん、今んとこ一番めんどくさいな。PMC に合わなくていい、あったけど、快適しなくてよかったわ。本当な。車両がここにあるはず。あった。え、どれだ、これか。あ、これダメな SUV っす。ダメな SUV。 あー、機動性が悪い。そしてこの車マニュアルだわ。いや別にそれは何でもいいわ。さっきのいい SUV はオートマだったからね、多分運転しやすかったね。いや別に、まあ、マニュアルとオートマだったらそりゃオートマの方が運転はしやすいだろうけど。ちょ、なんでこれで突っかかる。よいしょー、よいしょー。そう、ここでぶっ壊さないといけなかったんだろうな。そう、つかまではここの回収地点割としんどかった記憶がある。さっきやったよな、ここ。あ、やべ。やべえじゃねえんだよ。待って、別、ベッパ。乗って。いや、違う、これ。PMC だ、これ。何を言うてる。とりあえず車乗った方がいいんじゃない。いや、死ぬよ、それ。いや、俺が死にそうだったから、車の耐久を借りてる。俺は頑張る。
なんでこここんな NPC ばっかり来るわけ、ね、ここやばいよね。ここやばい。入って。木にぶつかってるじゃん。あの木強すぎなんだけど。あ、モンストロ来るぞ、ヘリ。あと2秒無理じゃねえこれ。あ、まだ大丈夫か。まだいきなりは大丈夫でしょう。あ、ガスマスクだ。なんでこんなとこ。あ、そういう感じなんだ。時間が来ると放射線で。どういう感じにじわじわ広がってくる。広がってる、広がってる。マップで広がってる。マップで黄色い範囲がさ、じわじわ広がってる。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。へぇ。時間切っても多少は大丈夫だ。まあ、あの、初期の汚染地帯次第なんだ。ダメ。学習したわ。まあまあまあ、あとは。このタスクをちょびっと進めれば元気はわくるやろわ。ほんじゃまあ終わりますか。若干霧が悪い感もあるけど、まあこれをクリアしちゃえば。まあな。はい。ブラックマウスというタスクが打ち上げ発生しますと。あれ？うん、まああと一個ある。ちょっと待って。あ、そっか、違うわ。あのこのホワイトロータスの中でもまだロックされたやつがあるから。最後のホワイトロータス。フライトリーコン。ハフィドボートのヘリポートに着陸せよ。着陸って何？ヘリ乗ってるプレイヤー見たことあるからそういうことだと思うんだけど。ああ、なんかこのヘリに乗れとか出るのかな、わからんけど。うん。そしてこれバグ、じゃ誤訳タスクなんだよこれ。え、あ、そうなの？大型ヘリと軽量ヘリ同じ。まあなんかすごく違和感はある。え、あとさ、俺今あのバックパックがフルの状態で脱出せよってタスクあるんだけど、俺さっきそれ終わったわ。嘘、俺終わってないわ。俺だってアーマーパンパンに買ってったからいや、それは終わるでしょ。まあ、これはすぐ終わるな。適当になんか物詰めてきゃいいんだよな。うん。じゃあまあ終わります。お疲れ様です。